関東地方では午後は気温がどんどん下がっていく予想です。11時50分現在の10分天気の体感報告です。朝はちょうどいい報告が多かった関東地方ですけれども、この時間徐々に肌寒いや寒いといった青色の報告が増えてきているような状況です。アメダスの気温の状況を見てみたいと思います。11時40分現在アメダス、東京で見てみますと、東京 20.6 度です。明け方24度前後ありまして、雨が降り出してから22、3度で推移していましたが、ここに来て20度近くまで下がってきている状況です。今後の予想を見てみますと、東京都心付近でも午後は20度を下回る予想となっています。夕方にかけて16、17度まで下がり、さらに明朝にかけては15度を下回る予想となっています。昨日まで暖かかった状況が今朝以降一変してどんどん寒くなってきています。これから明日にかけては季節が一月か一月ちょっと進んだような体感となりそうです。11月の上旬、場合によっては中旬近くの体感ということになります。服装の調整、体調の管理など引き続き十分に注意をしてください。最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。